今週の反省会です。ねえ、今週ちょっとね、はい、みんな3人ともダメでしたね。ダメでしたね。次々に倒れちゃいました、ね、伝染しますからね、はい、こういうこともありますけど ね、まあ、なかなか集中力ってなかなかね、人間2時間が限界だっていうんで、今日は割とね、収録に時間かかっちゃった、ね、かかりましたね。時間も10分長くなりましたか ね、そうですね。番組のね、本編のね、はい、さて、今日はここに一人ね、新しいインターンさんが入っておりますけども、はい、お名前教えてください。柳本ティナです。ティナちゃんってことはアメリカ生まれかな。はい、トーランズ生まれ、トーランズ育ちです、うん、ちょっと日本語がね、日本語は英語の方が得意だね。そうですね、英語の方がいいじゃないですかね。もともとは何、メディアの勉強してメディアで働きたいなと思って来たんですか。はい、そうですね、あの昔からニュースに憧れて、はい、実はですね、ティナちゃんのお父さんね、僕お知り合いなんですよ。どういうご関係で。ティナちゃんのお父さんはですね、うん、あの有名な紅花のシェフなんですよ。あー、行きたくないだ紅花。本当、それでね、あの前に1年ぐらい前かな、アナハイムのお店でね、お父様がいらして、あの僕の娘がね、あのメディアの勉強してるんだけども、お母さんとかなんとかなんないかなって、うちはもういつでもどうぞ、誰でもどうぞって言って、そしたらね、ティナちゃんいらしたんですね。はい、ありがとうございます。普段ね、ほら日本語で生活してないから、日本語の生活圏はどうですか、こうやって。ちょっと日本語の言葉とか、自分で単語とか少ないので、ボキャブラリーがね、ちょっと難しいんですけど、頑張りたいと思います。でもそれがほらかっこいいじゃないですか。なんかそう言ってみて、ちょっと私日本語下手くそって言ってそんな感じですね。下手だったらね、ただのね、何してきたのっていう感じになっちゃう。何してきたのみたいな。UTV ではどんなことやってみたいですか。制作のアシスタントですね、あのビハインドザシーンみたいな。はい、ハインドシーンって言うんですよ。こういうちょっとしたところがね、私すごい勉強になるなと。なんで知ったの。勉強になるじゃないですかね、その慣用句とかね。あ、ビハインドザシーンって慣用句ですか。いや、慣用句じゃないけど、ちょっとしたフレーズとか、そう、フレーズね、なんか英語でこう言うんだみたいな。なるほど ね、縁の下の力持ちとか。縁の下の力持ちって英語になるんですか。わかりません、聞いたことないです、ごめんなさい。バックアッパーなんだ。あ、もうそんな感じですよ。バックアッパーです。そう、まあティナちゃんの話に戻るけどね。あのね、ティナちゃんってね、僕が日本に住んだ時ね、犬飼ってたんですよ。はい、ティナって言うんですよね。本当に本当に、まあ、それだけだと。同じ名前だから ね、可愛がってあげてください。愛着湧く。お父さんもね、よく知ってる方なんで ね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。カチャ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 、お父さん上手です。いや、フォーマンス寿司です。あ、寿司を握ってるんです。そっか、そっか。家でもお寿司作ってくださいますか。してくれません。そうなんだ、やっぱりね、シェフはね、家ではなかなかできない。ディナはあれでしょ、日本に生活したことはないんですよね。ないですね。ただ旅行はしょっちゅうじゃないんですけど、行ってますね。はい、ワンスイヤー。はい、ですね。じゃあこれが、3ヶ月間ぐらいうちでインターンするのかな。はい、そうです、3ヶ月。じゃあ楽しい3ヶ月間でね、頑張ってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、テレビ向かってちょっとね、一人で、まあ、頑張りますみたいなのちょっと言ってくれますか。ね、はい、これからもよろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで反省会でした。はい、かわいい、バイバイ。はい、この国どの国。スラリンカ、スリリンカ、え、なんて言ってたんでしたっけ。スラリンカってずっとすっごい自信持って言ってたせいなです。もうちょっとここは分かんないと思うんですけど、皆さんこの汗見てください。本当に暑いんです。ここ実はソーキャルの中で一番暑いところだそうです。ソーキャル、南カリフォルニアの中で一番暑いところだそうなんですけど、この暑さもあってか噛みたくないと思って結構できました。やったということで、もう本当にスパイス食べた後ですっごい汗びっしょり、そして食べ過ぎてこのボタンもはち切れそうみたいな。いや、そこアップしなくていいです。やばい、恥ずかしい。ということで、あの美味しかったんで、皆さん汗かいて代謝を良くしましょう。